ヘラシギは死にました。お墓はこの黒い故郷です。これがメンタカウント。これカエルが入ってたやつじゃん。お客さん、はい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 、洗車場の暗がりで話そう。これよく使ってるから、地産地消でいこう。ロスサントス地産地消。やっぱりさ、ロスサントスで売られて、うん、ロスサントスで消費されるアイドルだって。そうでしょ。何これ、誰がこんなことやったの。だってこれキャバ嬢がさ、2人のお客さんに2つ同じ種類のもらって1個メルカリに出すやつじゃん。だってこれって、これめぐみさんのバッグ。何人いるの今、ハウジング同好会。うさぎさん、くるみさん、カレンさん、あとカゲツ。なんで酔いしてないの。うわ、びっくりした。ほんとびっくりした。なんだ、お、マジびっくりした。音がでかい。よし、これでバッチリスイッチが入るってわけですな。ラーメン屋の鉢巻きってのはな、サラリーマンのネクタイみたいなもんなんだよ。これをつけてビシッと決まるってのがラーメン屋さんの始まりなんだよ。かくかーげかくーかくーげー。どうしよう。どうやらかかってきて、どうしたってかかってきた。かかってきて、かかってきてる。かけた日にね、あのオリバーがいたよっていう連絡が。そう電話してって言ってたじゃん。ああ、言ってたわ。そう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 、そんだけ。 あいつクソどうでもいい。会ったことないけど、会ったことないけど大丈夫。もう飽きてるやん。いや、もう何、もういいの、もう見かけても電話しなくていいの。いや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 、なんかまあ、なんて言うんだろう、なんか友達にちょっとちょっかい出してる風だったからさ、なんだと思ったんだけど。ああ、そういうことか。そう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 。じゃあもう見かけても連絡しなくていいか。いや、ごめん、して。嘘、ちょっと調子こいたわ。一応な。一応して、一応して。一応して、一応して。オッケー、了解了解。ちょ、また電話するわ。はいはいはい、ちょっと救助行ってくるわ。わかったわかった。ありがとうね、わざわざ。はい。はいはい。ちょっと格好つけちゃった。あいつ興味ねえよ、みたいな。知らねえよ、みたいな。本当は一回会ったことあるのに、あたかもなんか、俺、いろんな人と関わってるから、お前なんてそんなに気に留めるだけの存在でもないよっていうアピールをしたいがために、どこかでお会いしましたっけっていう人の真似。うわぁ、なんだ？お前何してた、さっき。え、なんすか、なんすか。え、何がすか。車の横乗ってたよね。乗ってない、乗ってない、乗ってないっすよ。あ、乗ってない、乗ってない、乗ってない。どうしたんすか。え、誰が乗ってたっすか。いや、なんか盗み聞きしてるような感じでしょ。盗み聞き、盗み聞きって。うん、まあ気のせいか。なんかそういう話してたんすか。いや、まあ面白いよ。あ、そうすか。いや、俺はもう、でもなんか探ってるような感覚だったけどな。気のせいか。探ってない、探ってない。ちょっと、いや、ちょっとなんかさっきナサ見えて入ってって、ちょっと横にちょっと乗ってたらおもろいかなと思ったんですけど、やっぱやめたっす。ああ。だけっす、だけっす。盗み聞きとかじゃないっす、全然。ああ、本当に？はい。これがち、これがち。まあでも、よかったな。悪いもん入ってたら沈めないといけなかった。いや、本当に大丈夫、本当に大丈夫ですから。また待ってますから、ラーメン屋さんで。いや、この街危ない人多いですからね、気をつけてください、本当に。今の人危ない人ですか？めちゃくちゃ危ない人っす。えっ。やばかった、怖かった。マジで気をつけてくださいね。殺されそうでした。殺されそうでした。ただ、あの人がいなくなった隙に俺が車乗っただけだったのに、今やられかけたっす、マジで。何もしてないのに。怖い。気をつけてくださいね、初心者。外れた瞬間が山場っすよ、それ。それついてる間優しいから勘違いして、それ外した後もいけると思うじゃないですか。潰されるっす。それだけだ。お、つるぎ、お前久々やな。お久しぶりっすね。なんかブラックラグーンみたいな人いるけど。なんか汚い音がめっちゃする。汚。
わいらっしゃいませ。日本屋の混雑すごいっすねこれ。すげえな。やばいですよ。ね、汚い人いるなマジで。今出たこれ。これがメンタルカウントマン。これカエルが入ってたやつじゃん。桜木脇本さん。入ってないよ。大丈夫ですよ。お客さん。はい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 。他店のことうちに持ってくるのやめてもらっていいですか。うちの入ってないんで。すいませんすいませんそうですよねそうですよね。うちあれね、外で栽培してる野菜使ってないんですよ。全部ね、室内のね、ハイドを作ったレタスってやってね。そうなんすか。はい、土使ってないんですよ。水耕栽培的な感じですか。あ、そうですそうです。そっちの方が怪しいけどな。嫌だけどな、水耕栽培の野菜の方が。いやいや、水耕栽培でやってるの関係ないんですよね。うちカエルなんて入ってないんで。あ、そうなんですよ、すいませんすいません。やめてもらっていいですか。ごめんなさい。あなたもしかして。なんすか。同じ麺屋だからって。違いますよ。ラーメン屋が喧嘩深い。いや、浜辺さん違いますね。俺らだって会ったことあるじゃないですか。聞いてください、さっきカップうどんを見て、これカエル入ってたやつや。やばい、やばい。混入。まずいまずい。まずいな、それは。まずいですね、これ。確かに草は入ってるけど。草？草なのこれは。草？あれ？草？あれサラダじゃないの？あれ？あれこれ流れ変わったか？レタス？草なの？レタスじゃないのこれ？でもレタスも草ですよね。あ、そっか、レタス。だから葉っぱがただの。広い範囲で。葉っぱ。でもね、浜辺さん俺話したことあるんですけど、もうこの町の飲食全部乗っ取ろうとしてたんで。そうなんですよ。マジで。まあだから言ってしまえば俺らライバル関係だから。まあその話か。その話変わってくる。そうそう。あと俺こげ亀製麺っていうのをオープンする予定なんで今後。ライバル店か。本当にライバル店。でもちょっと視察で。つけ麺屋じゃね。こげ亀製麺。いや違いますよ。丸亀製麺。丸亀だった。あ、丸亀ちょっと。完全に完全に。完全に完全に。そっち派なんだよな、どっちかずっと。そっち派なんだよ。どっち派出た、そっち派。どっち派。もう俺もそっち、俺もそっち派。みんなやりたい放題で。受けるわ。たまたまうどんと、あのカップのサラダのやつ。全部か。入ってるの？もしもし、つるぎさん。はいはい、どうした？おはようございます、つるぎさん。おはよう、おはよう。あれですよ、あの、見た？事務所見ました、つるぎさん。いや、見てない、事務所見てない。え、ちょっとあの、後で見てください、事務所。オッケー。はい。うわあ。え、どうしたんですか、つるぎさん。だって死ぬ。やばい、アイファクがないと死ぬ。あ、やばいじゃん。やばい、俺マジ見えた。持ってない。ぎゃあ、ちょっと。待って、俺1ミリ。一回これ。救急隊いますそこに。ちょ。病院の中に救急。鎮痛剤できるか。耐えられます。つるぎ店長ごめんなさい。やってしまった。いいね。パンちゃんデカなったね。お久しぶりです。車もちょっとなんかやべえな、来てる。ややこしそうな人来てるから。ややこしそうな人来てる。おはよう、おはよう。出荷されちゃう、店長。いや、やってるから、ほら変なことしてるから。パンちゃん止めて、止めて、ほら。でもパンちゃん、カエルの時一番笑ってたから、ちょっと許すわ。ありがとうございます。いや、僕も見た瞬間に思っちゃったけど、言わなかったのになんかあんま良くないかなと思って指定したのに、入ってくるや否や一発目でカエルの話で始めて爆笑しちゃった。すいません、ちょっと引いちゃいました。いや、全然全然。行ってきます。はい、失礼します。もしもし、つるぎさん。全然心配しなかったね。俺が引かれてる時笑ってたね。俺が死にかけてる時なんかいるいるやん。元気な手が聞こえるなと思ってました。ここ近づいてきた時につるぎさんなんかいるやん。おはようございます。あ、待って、スーパーショットだった。本当だ、やばい。これスーパーショットだった。つるぎさんの声めっちゃ遠くまで聞こえてたよ。つるぎさん元気？あのさ、何どうした？アイドルが。おいおいおい、大丈夫か、大丈夫か。声の大きさ大丈夫なんか、お前本当に。つるぎさん今見せます、見せます。この間ね、あのほら、ベリーフルールの方、ハピネスフルールのね、一、うん、人が BMC に体験来てて、うん、ちょっとあの、いろいろ聞き出したんですよ。なんかね、すごかった。絶対ここじゃない、その話。つるぎさん、どうする。ちょ、一回担いでくれ、俺を担いでくれ。洗車場の暗がりで話そう。分かった、暗がりで担ぐ一回、つるぎさんのこと。どこどこ、あ、そこ、ここめっちゃ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 。これよく使ってるから、ここ。ここ使ってんだ。いろいろ聞いたから。何聞いたの。え、なんかどういう志でアイドルやりたいんですか。あ、シーンが撮ってるから確認したんだ。志、いいね。やっぱこの街に来た
ばっかりでもうアイドルやってたからさ、もしかしたらあんま芯がないんじゃないかなと思って一応気にしたの。なんかね、確かに生半可な気持ちでやられても困りますからね、こっちは。そうそうそう、こっちは困るから、うん、聞いたら結構ガチゴチだよ、すごい。もうなんか、何何、いつかは2人でオリジナル曲いっぱい作ってワンマンライブするんだって。オリジナル曲いっぱい、なるほど。でもやっぱあのこの町の人を笑顔にしたい的なこと言ってた。うわ、志は同じというわけか。志は一緒。それであとは、あとなんかオリジナル曲作る、うん、なんか技術がある。いや逆にオリ曲で別に勝負しなくてもいい、こっちは別に。いやそうだよね、なんかさ剣さん、みんななんかうちね、なんかフェスとか行くとき思うのよ、うん、なんかさ新作の曲やるよりもさみんなが知ってる曲やってくれた方が嬉しいっていうのがある。え、ここで言っていいのか分かんないけど本当にそう。そうだよね、なんか剣さんやっぱみんなの知ってる曲の方が盛り上がるみたいな節があるよね。分かる。新作とかはさ、そりゃあの心こもそれで嬉しいけれども、うん、だからね、監修が盛り上がるのはやっぱね、みんなの知ってる曲で盛り上がるっていうのがいいよね。めちゃくちゃ分かる。今日は新作発表しますみたいな時よりさ、みんなのあの人気の曲やってくれよって思うよね。乗り方分からんしね。にわかだとね、なんかそのやっぱコアなファンはね嬉しいけどね。はい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 、にわかで行くとちょっと。いやでも確かに、え、だからまあだから彼らは多分0から1位を多分最強だと思うから、うんうん、俺らはさ1位をさ10にしようよ。1を10にする、まあ、1を10にするっていうのもいいのかどうかわかんないけど。え、ダメなの1を10にしたら。とりあえず、まあ、元からあるものをさ俺らなりにさいい感じのやつにしようよ。そうしよう剣さん。いや本当にそう、なんかやっぱ町の人たちにも盛り上がってほしいもんね。なんかそのさ見てる人も一緒に楽しむみたいなのができたらいいよね。うちらはなんかうちらはなんか地域密着型で行こう剣さん。あ、いいね、地産地消で行こう。ロスサントス地産地消。うちらやっぱりさロスサントスで生まれて、うん、ロスサントスで消費されるアイドルだよね、うん、ロスサントスで消費す。いやでもロスサントスの地産地消アイドルはマジであり、うん、でしょ。やっぱほらなんかね、向こうの人たちは昔からアイドルとかやってるんだって、前の町から。ほらロスサントス発祥じゃないよ。なんかいやそれ言ったらやばい、元ナンバーもそう。それで言ったら元ナンバーもそう。いやじゃあめぐみさんはやっぱうちらのこと育ててくれてるから一人理解してないよ。それ言ったら元ナンバーもそう。でもやっぱでもめぐみさんのあれは必要ですよね。なんか一人あのやっぱ引っ張ってくれる力、まあ、コンサルタント的な感じ。そうコンサルタント的な感じ。プレイヤー兼コンサルタント的な感じね。そうやっぱすごい助かってるもん。だってうちら何も知らないじゃん、ノウハウ、アイドルの。はい、確かに。そうでもめぐみさんがノウハウ知ってるからそれを教えてくれるのが助かる。確かにそう。え、まああとさ、結構すごい圧巻系だったらさ、それはさ、うん、俺らのさ親近関係とはまたちょっと違う感じになるから。そうですよね、尊敬系じゃん多分そっちは。多分そう、おーすごーってみんななる感じだったから、うん、きっと。そうそう、だからだいい、よくできてるから。そんなごちごちのかぶりってわけではなさそう。え、なさそうなさそう。うちだって話聞いた時さもう圧巻しちゃったもん。うちやっと剣さんあのね事務所見たらびっくりするよ。なんで頑張ったから。うちもうちもって。え、剣さんじゃないの。え、俺じゃないよ。事務所めっちゃ進化してたんだよ。え、ちょっと見に行こうぜ。え、見に行こう剣さん。え、誰がそんなことを。え、だからうちもね、あのちょっとこっそりやったの。うん、ハウジング。いやなんかね、俺も今日ね道歩いてたらさ、あのすいません焦げ付き剣さんですかってハウジングされましたってめっちゃ話しかけられたね。知らないおじさんたちに。なんでだろうと思ってなんか街歩いてたらめっちゃ話しかけられてさ。それ知らないおじさんが知ってるのまずいじゃん剣さん。うちらのさ事務所バレとるやん。あ、そっか。いや待って、勘違いだったかもしれませんね。何、あげころハウジングやってくれたの。うん、やってよ。そうだからなんかちょっと進化してたの。なんか土台が出来上がってたから、うん、ちょっとねあの小物を置いたりストーリーを作った。おお、ストーリーオブライフね。うん、ストーリーオブライフ作ったんですよ。いいね。そう、え、あとこないだめぐみさんとまるちゃんと一緒にめぐみさんがサビだけダンス作ってくれて練習した。それも、うん、おわいいね、進んでるね。ありがとうありがとう。起きてるメンバーでねちょこちょこ進めてますよ。いいねなんかこのまま来ちゃったけどいいの。うちらなんかバレてないけど、バレてなかった。待って、入るまで。入るところが一番見られていけない。ガバガバやん、うちら。え、なにこれ。ほら、剣さんすごいでしょ。なにこれ、誰がこんなことやったの。え、ほんとに剣さんじゃないの。え、これすごっ。え、まるちゃんとめぐみさんも違うって言ってた。え、で、ほら、小物とか置いた。これ誰。え、じゃあ、あげこれはまあ小物置いてくれたって感じ。え、そう、このロッカーとかにほら、みんなのロッカーみたいにしたの、これ。はいはいはい。これ、誰がやったの、こんなこと。え、ほんとに
しかもここにエスタークもいるし、ちゃんとそれエスタークなんだ。え、こっちにもエスタークいるよ、それで言うと。え、そう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 、さっき見つけたのここにも。こっちでしょ、こっちでしょ、こっちでしょ。ツイギさん、本当にツイギさんじゃないの？そんな早く見つけてたの？ここにエスタークもいるし。え、これやばくない？でもこれ、え、めっちゃすごくない？あのね、しかもツイギさん、うん、これ見て、なんかさ、鏡にさ、もう一枚貼られてんの。あ、それ俺。あー、これ全部俺。待って、このラジオ誰置いたの？これ私置いてないよ。待って、それは俺置いてない。誰だろうね。じゃあ誰かがこのラジオこっそり来て置いたんだ。そう、これここ一帯はまあ全部俺やって。え、すごい、めっちゃセンスいいじゃん。で、このロッカーも俺が作った。置いてくれたんだよね、きっと。そう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 、いいね。ここを荷物置きにしてんのいいね。そう、みんなの荷物詰めた。なんかちゃんとしたバッグとかあるんだね。こんなん初めて見た。え、そうだよ、ちゃんとしたバッグとか。そう、ここサブちゃんのとこ、ほら、紙袋入ってる。だってこれキャバ嬢がさ、2人のお客さんに2つ同じ種類のもらって1個メルカリに出すやつじゃん。だってこれってこのバッグってこれめぐみさんのバッグめぐみさんのところっぽいでしょ。ほら、こういうバッグ持ってそうだなと思って。あー、まあ、確かに確かにそうそうそう。え、俺のロッカーだろ、俺のロッカーつりぎさん、なんかこれ5個しかなかったから、あのなんで俺のロッカーないの？一番ロッカーいるでしょ、俺。いや、あの、ツイギさんはほら、こっちに置くからと思って、うちらはほら、練習あるから。あー、まあまあ、そうかそうかそうか。そう、ツイギさんはこういうとこにちゃんと入れるからと思って。あー、オッケーオッケー。ここ、ちゃんとちょっと、ここでじゃあちょっとやらせてもらうわ。そう、プロデューサーだから。ここ俺の席だから。そうそう、そこツイギさん。ここちゃんとこれ管理してるから。エクセルやってるから、ここちゃんと。これ何管理してるんですか、エクセルで。これエクセルで、これみんなのモチベーションとか管理してる。うん、今日二重丸とか今日丸とか。あ、そう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 。あと、みんなに日報書いてもらうからさ、帰るとき。え、めんどくさ、練習の日報書かなきゃいけないの？いや、当たり前じゃん。え、しかも日報は練習後ね、ちゃんと練習の前に終わらせないでね。ちゃんと仕事が全部終わった上でやってね、日報は。え、じゃあ次気をつけることとか書かなきゃいけないんでしょう、どうせ。そうそうそう、あの、今日ダメだったこととか。え、そうそうそう、で、承認があるから。え、つりぎさんのハンコをもらわなきゃいけないの？上長からのハンコあって、やっと帰れる。聞いてないよ、それ。いや、そうしないと地面下げとかあるから、最近。地面下げと関係ないでしょ。そうしないと、やっぱハンコちゃんと上長からもらわないと、飛ばしちゃうと良くないもんね。いや、そう、飛ばし、いや、そう、稟議申請をまず、うん、社長がまず下見してからとかだったらまずいから、うん、そうだね、下見もしないでハンコをしちゃうと、やっぱ地面下げに合うからね。え、つりぎさん、こそついてやったの、これ、もしかして、サプライズで。まあまあまあ、さすがにみんな健やかに過ごせる空間がまずいるかなと思って、練習するんだったら。え、うち尊敬した、つりぎさんのこと。いい加減だと思ったでしょ。うん、いい加減だと思った。いい加減だと思うなよ。やっぱりみんなの健やかに練習するためのステージをちゃんと作ってくれたんだと思って。そうそうそう、さすがにここゆっくりできないと。その元ナンバとかもさ、ここでダンス作るって言ってたから、うん、じゃあ無機質なとこで作っ、なんかダンスの練習するの嫌だろうなと思って。嫌だ、なんかね、来たくなったの、ここに。またわ、いいね、いいね、いいね。そう、しかもこれね、いいのよ。なんかちょっと具合悪いなんて時とかに、ここでね、作業するの楽しいんだよ、ちょっと。ちょっと体調悪い時にね、なんか大きい声で喋んな微妙やなって思う時に、ここで黙々とやるのが楽しいのよ。めちゃめちゃ分かる。この間ここのロッカーで2時間一人で誰とも住民と喋らずにずっとやってた。ここ いいね。いや、ハウジング同好会入っていいよ。何人いるの今、ハウジング同好会。え、俺とくるみさんとうさぎさんと、あとカレンさん、あとカゲツ。めちゃめちゃ全員たくみやん、本物の。うさぎさん、くるみさん、カレンさん、あとカゲツ。なんで呼び捨てなの、カゲツのお兄さんだけ。しかもさ、カリンさんはちゃんとさ、ね、お兄さんの方が言ってた。いや、あげこの会社とかで働くときはどんな感じなの？え、こんな感じじゃないよ、もうちょっとあのいい子にしてる。言われたことだけ一生懸命やる。あー、なるほどね。あんまりトライとかはしない感じで。トライとかしない、怖いから。あ、でもまあまあ、それいいよね、普通に。それがやっぱね、あの、大事ってことに気づいた。嫌われないしね、それだと。嫌われないから、本当に。確かに確かに。いや、本当にでもそれはそう。え、そしたらそれね、大体2社目ぐらいからそれ気づき始める、それは。え、わかる、うち2社目でそれそうだよ。1社目はなんかちょっと出しゃばって、なんかあの、ダメだってからの。
いやある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 、あ、日本の会社ってこんな感じなんやってまずなるんだね2社目で。そうそう、あんまり意見とか言っちゃいけないだと思う。いやある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 、おつぼねさんに嫌われ始めてから気づくんよね。うん、おつぼねさん一番怖い。あとこうなんか厄介なおじさん。厄介なジジイいる？なんか1社目の時はそのこういう性格だったから厄介なジジイの相手させられて隣の席にさせられちゃって。何それ、めっちゃ嫌だった。ずっとなんかそれはもう揚げ転がとかじゃなくて普通に最悪なパターンじゃん、そのなんか。でみんなが厄介だと思ってるからなんか押し付けられて、うん、嫌だった。これはやばいね。厄介なおじさんなのに嫌でやめたの？嫌でやめた、そのおじさんが嫌で。それなんどんな会社だったの？それどういう系の会社なの？パソコン系 IT 系の会社。え、 IT 系なの？え、そうだよ、システムエンジニア。なんか、SE 来た？え、そう、 SE 来たんですよ。なんか、うん、謎に体育会系だった。怖かった。なんかあの合宿とかも怖かった。なんか眠らせてもらえなかった。何何何が何合宿？合宿、研修中に合宿あって、バリーゴチゴチの体育会系じゃん。ゴチゴチでチームで、そのなんか、え、一応 SE、 一応 SE なんだよね。 SE、 SE はぁ、チームでシステム作らせられてできるまで 寝ちゃいけないみたいな。あー、そういうことね。しかも結構ちゃんとコード書いてたんだ。わかんないけど頑張ってた。どういうこと？うちログイン画面だけずっと作ってた。あとテスト、そのログイン画面に何文字以上いって。いやでも一番最初はでもログイン画面からスタートだから。いやその、いや最初はログイン画面からスタートだから、ね、確かに。いやでも最初はそうだから、みんな。え、そうだ、え、だって俺も最初はログイン画面、新規登録画面からスタートするんだから。登録からスタートなんだから、まずは。クリエイト。まさか SE のこと分かってくれる人いると思わなかった、このロスアートスに。いやだ、俺も IT だったもん、俺ウェブ系だったから。やっぱログイン画面から始まるよね。え、ログイン画面から始まるよ。うちずっとログイン画面やってた。え、いいね。来た！うわ、つねぎさん天才。ただこれあれじゃね、すごい横がさ、これもう一枚足りてないかもな、これでも。ええほら、あ、ほんとだ、ほらほら、これ崩れてる、 CSS 入ってない、これちゃんと。ねえ、あげころさ、その CSS ちゃんと適用されてない状態で納品してこないで。ログイン画面できましたって崩れてる、下が。やばい、下の方になんか文字出ちゃってる。コメントアウト乗っかっちゃってるから。ちょっと、コメントちゃんと米印みたいのつけないと消えない、ね、米印みたいなの。米印みたいなのやめて、ちょっと。アスタリスクみたいなので乗らないようにしなきゃいけないのに。シンタックスエラー出てるから、ここもちょっとやばい、もう曇って、目が曇って見えねえ。え、あれある、え、タバコある、次タバコある、タバコある。じゃあうち買ってこようか、走って。あー、まだいける？え、うん、いけるいける、うち買ってくるから。ちょ、買ってきて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 、お願いします、お願いします。じゃ行ってきます。多分こんな感じで仕事で使わされてたんだろうな。あげころちゃん、あのいいから、あのとりあえずちょっとヤマダ電機行ってきてもらっていいって。ちょっと今ハブがないから、もうちょっと部署でハブがなくなっちゃってるから、ちょっとヤマダ電機買ってきてもらっていい？タクシーで行っていいから。はい、わかりました、買ってきます。領収書はいりますよね？ごめんなさい、ヒイラギさん、 USB ハブだと思ったら充電の方のタコ足配線の方を持ってきてしまい、買ってきてしまいました。ごめんなさい、ヒイラギさん、ランケーブルキャット7って言われたのに間違えてキャット4買ってきてしまいました。なんかが、ありがとうありがとうありがとう、マジありがとう、すごい。いやでもね、なんかね、これソースコードがぐちゃぐちゃだから1個直してもどっかでバグが出てきてて。やばい、これうちがコピペしたせいでいろんなとこから継ぎはぎしたせいや。継ぎはぎになってるから、どっかでバグがめっちゃどっかでバグが絶対できるんだよね、これ。なんで？まあでもいっか、わかんないよね。うん、これコメントアウトでさ、これ消したらバグが出るってコメントアウトしとこう。よくわからない。よくわからないですけど、これを消すとバグが出ますって書いとこう、コメントアウトで。なんでかわかんないけど動いてますって書いとこう、ここに。なんでかわかんないけど動いてるのあるよね、なんか。はい、じゃあまたね。さらぎさん、ここは動かないんですけど見てもらってもいいですか？ぐちゃぐちゃになってたから、最初から多分ログイン画面だから最初からやり直した方が早いってなって、テストやってもらう。じゃあアギコロテストしてもらってもいい？あの Android と iPhone 多分どっちも持ってたもん、テストしてるってこと。多分机に Android と iPhone と iPad 並べてテストしてんの、多分アゲコロ。なんか思い浮かんで、いろいろと思い浮かんでくるわ、アゲコロの仕事風景が。さらぎさん、 App Store の申請が通りませんでした。
いやハウジングね、俺結構定期的にやってんだけどね、楽しいんだよね。やっぱハウジングとねコンボ連はね配信外でやるとね楽しい。はい、もしもし。あ、もしもし、お疲れ様です、福田ですけども。あ、久しぶりですね。どうしました？お久しぶりです。今ってお忙しいですか？いや別に普通ぐらいです。あ、もしよかったらちょっとお話できないかなと思いまして。どうしたんですか？いいっすよ。あ、今ヘリ乗ってるんでもう着きます。あ、わかりました。はい、では。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、こちらどうぞ。どうしたんですか？なんか急に。久しぶりですよ。だいぶヘラシギについてなんか聞いたことある？いや、ヘラシギさんは久しぶりに電話がかかってきて、あのポスターの件会いたいからって会えるみたいに言われて病院に行ったんですよ。したら呪いのナイフ、あ、はい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 、呪いのナイフで刺されて今が峠だみたいに言われて、はい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 、で今日が峠だからって言って、で俺また数日後行ったらもう退院したって言ってて、それっきりっすね。退院したんやと。一応まあね、結構鶴木くんもあのヘラシギと仲良かったんで、はい、なんでお伝えしておくと、はい、ヘラシギは死にました。え？で、まあ一応9月30日が命日、命日とかに亡くなりまして、まあ、この話自体はなんかそんなにこう隠してるようなことじゃなくて、はい、事実なので、なんかどうせあの今なんかもう街の中でなんかヘラシギ刺されたらしいよみたいな話は回ってるから、はい、まあ、一応なんかその最後死ぬ瞬間を私見とりましたんで。あ、うわ、そうなんですね。え、じゃあ退院はしたけど、退院もその良くなって退院じゃなくて自宅療養的な感じですか？週末治療みたいな感じで、はい、もう治らないので最後退院させてくださいみたいな、死ぬ時は自分の死にたい場所で死にたいですみたいな感じで最後死んだ。ああ、そうなんですね。っていうのは一応鶴木くんにも伝えときたかったな。わかりました。ありがとうございます。まあでも確かに峠って言われた時にちょっとそういうこともあるんじゃないかなって確かに思ってたんですけど。そうなんですね。まあ一応お墓あるんだけど、お墓行く？知りたい？お墓？そう、ちょっとお墓行きます。あ、オッケー、じゃあ連れてくよ。あ、わかりました。じゃあお墓はこの黒い墓標ですって感じらしい。これ掘ったら実はヘラシギさんいないとかないですもんね。あ、まあ、うん、とね、厳密に言うとこの町で人死ぬと骨も肉も残らないんですよ。はい、残念なことに。なんでまあ形状だね、ここがヘラシギの墓っていう形状を一応設けてるって感じ。そうなんですね。大変になってこんな話するのもなんだけど。ちか掘ってるな、暴くな、墓を暴くな。知らない人の骨出てくるかもしれないから暴かない方がいいって。そうですよね。マジか。一応まあ伝えとこうと思ってね。いや、ありがとうございます。ちょっとラーメン置いとくさ。いろいろあったんすね。いろいろあった、いろいろあって、こんな人に出ましてることになった。なるほど。いや、ありがとうございます。わざわざ